ここはどこだ？こんにちは、こんばんは。おはようございます。ハルです。俺確か墓に来たはずなんだが、樽が壊れない。ここはどこだ？ まあいいか。で、進もうか。まあ進もうかっつってもね、どうせ今回なんだっけ、墓なんで、ね、墓、あ、随分、あれだな、キャンプより後ろに来たんだな。墓なんで、まあ多分進まないでしょう。謎の、ね、ポリ袋とかを遊ばないといけないね。ポリ袋で。ポリ袋？ポリタンクで。何すんのかな？とりあえずコメントいただく前にやっちゃいましょう。どうせね、墓一回で結構時間かけるからね。なんだかんだで。でも、ね、卑弥呼の像とか、喋ったりしないところを見ると、あ、ここ掴まないの？掴むところと掴まないところが未だによく分かってないっすね。墓で20分かけたくないんだけどね、正直。あれ？これは？これ違うんだ。まあね、こうやってダラダラやってると、ダラさんがね、おい、サルベージしろよって、煽ってくれる。あれ？これ出口かな？おや？出口じゃないな。ショットガンを使っても破壊できそうな感じもしないしな。何かをして、ここの扉のようなところをこじ開ける感じか。入って入って、危ねえ。入らないかと思ったよ。入れなかった。これ無理やりねじ込まないと。あ、ここからなんだね。あれ、今俺出てきたところかな、今。そう臭いな。早速わかる。あー、これを、この上に投げると、重さで降りてくると。そういうことか。ねえ、だからさ、なるべくインスタじゃない。インスタはいいんだよ。インスタを使うとさ、どうしてもね、すぐヒントが分かっちゃうんで、なるべくは使いたくないんだよね。こういう謎解きに関しての。もうララさんすぐ喋っちゃうからさ。おい、どんだけ降りるんだよ。そのポリタンク1個でそんな重さはないだろう。仕方ねえな。で、紐を引っ張るとかじゃないもんね。丸三角四角、危ねえ。三角で紐切っちゃったらどうするんですか、高田さん。許されないですよ。じゃ、この辺投げちゃって。おい。そうすると、おい、持ち上がれ。後ろを向いて、はい。謎の動きだな。あ、そうすると、こうするとこうなるから、飛び上がれ。オッケー。あれ、降りちゃう。まあでも間違ってないでしょう。こんな感じでしょう。こうして、こうして、みたいな感じだよね。あとはどこに引っかかるか、自分が。ああ、しまった。上に全部やってしまった。まだ他に何か作れるものがあるか。焼くか。ね、これ弓でね、探索すれば、ね、紐で縛れるところはあると思うから。まあ、幸いララさん何も今回喋らないんで。ああ、そっかそっか、ジャンプすると。やっぱダメか。ポリタンクより、ララさんの体重の方が重いんだね。てか不思議だよね。
あ、別に不思議じゃねえか。この、そうだよね、片手で投げられるポリタンク程度だもんね。そりゃそうだ。でも、ポリタンク3つと、ララさんの体重が、まあ、ほぼ同じなのか。っていうことにも、ああ、届かない。なってくるけどね。これを外すと、まあ、勝手に上がっていくんだよね。なる、ああ、となると、まずこれを投げて、こうして、ああ、ダメだな。反動があるけど、まあ、反動は関係ないよな。どこに飛ぶかだな、まずは。それこそインステを使ってしまえば、ねえ、簡単なんだろうけど、簡単っつうかね。まあ、インステ使ってわかるかどうかも怪しいけど、なるべくね、使いたくないんだよ。わかるか？わかるかな？どこだ？もう、うっかり使っちゃいそうだけどね。インステは？これか。動いて。動けば消えるからね。L2 を押さなければ大丈夫。渡れそうなところは紐じゃねえな。いや、あそこ自分でララさんが上に登ってくれればそれでもいいし、向こうにね、飛んでくれればそれでもいいし。あとは、あ、ごめんごめんごめん。ララさんの体重、ララさんもっと痩せてくればよかったな。登れ。あ、こいつ動かねえ。こいつ動かねえ。ジャンプしてどんどん上に上がっていこうという俺の作戦は完全に失敗に終わった。これいけるんじゃない？ああ、多分こんな感じだよね。登っとけ。で、ああ、届かない。これなんかタイミングちょっと怪しくないか？落ちるかな？落ちないか。そこにさ、青いポリ袋があるんだけど、ポリ袋じゃない、ポリタンクがあるんだけど、それは関係ないのかな？くそ、弾かれた。これが全くね、我々が、いや、俺が意図してないような感じの答えだと、結構ね、まずいんだけどね。でも別にこれハードモードだからっつって、ね、難しいわけだ。これ届かねえんだよな。これタイミング合わせないと。でもララさん何も言わねえんだよな。とりあえずこれでもいいのかな。で、あ、いける。よし、いけて。OKOKOK。結構時間かかった空な。には遺跡を冒涜してるけど、同じ場所で礼拝をしてる。どういうこと？冒涜をしていても脱出するためには多分礼拝というものが必要だったんじゃないかい？いやいや、やっていると。それ神は絶対見抜いてるぜ。でも儀式さえしてくれればそれでいいのか？安い神だな。この腕のさ、プルプルがすごいよね。ね、そして誰にも何にも言わないトゥームレイダーと。誰か言って。誰かこれさ、普通にこれ墓荒らししてるけど、いいんすか？スラム街レリックマップ。これがレリックかい？ああ。まあ、そのレリック外せ。あっ、あっ、危ねえ。こうか。イエス。
ね、レリックもきちんと集めれば固定っていうかボーナス経験値がもらえるみたいなんだけど、まあ、それが必要。あれ？俺どうやって買うんですかこれ。穴は？出口がこっちじゃないのか。いやここだよね。とりあえずキャンプしよっかね。男は黙ってキャンプしよっか。スキルサルベージもなんか増えてるしね。はい、スキル。さてさて何しようかね。戦闘中に近接攻撃がねできないんだよね。習得いっぱいあるな。反撃即死、スタン状態にピッケルでとどめを刺すことができます。ピッケルでとどめを刺すことができるってことは隙がね、とどめの隙が減るのかな。そういう感じじゃないとな。ちょっと体力上げたいですね。もう上げたんだっけ。登るスピードは向上、アイテムを見つける、まあ、アイテムを見つける前に俺罠に引っかかって死ぬからな。罠が見つけられるようなあれ欲しいですね。でも何にもないか。弾の数を最大限に増やします。これかな。とりあえずでショットガンの弾じゃないや、あれがないんだよね。パーツがないから、まあ、とりあえずライフルを一応強化するってことにしまして、ちょっと待ってね、俺どうやって帰るんだこれ。上に登っていく感じではないようだが大丈夫。このゲームはね、あ、ここか。あれ、ここかな。いや、ここから来たんじゃねえの俺。あれ、これどうやって帰るのこれ。やっぱりな。そうそう、長押しでいいからね。あ、危なかった。完全に閉じ込められるとこあったよ。何分？もう14分でしょ。もうこれでさ、残りまあ10分くらいやったとして、進むかどうかも怪しいしね。えほぼ進んだことにはならない。マップ情報が更新されました。走ってくんない。風が強いな。大丈夫か。これ敵がまた更新、敵が更新されているかもしれない。橋の下にある門に向かえ。インステ。ん？この先か。もう光ってて全然わからない。ちなみに今ここにいて、レリックが、ここに、あるけど別にマップがさ、表示されるわけじゃないからわかんないんだよね。マップ表示とかもできるのかな。多分レリックがこの辺にあるんじゃないか。これかい。あ、違うね。やっぱりこんなことまでして探そうとは思わんよな。レリックじゃねえしな、サルベージだし。場所的にはここの向きで、この辺にあると思うんだけど、あ、ここも？元の時代のものね。クビライハンの失われた艦隊の遺物かも。すごいね、艦隊だっつっての馬なんですけど、いいんですかこれ。中国製って書いてある。偽物ね。これだね、メイドインチャイナ。これ何、中国へのなんか何つうの、断固とした中国批判かな。俺知らんぞ。俺知らないからな。こんなことにさ、弾使っていいと思う？ちょっ
とな、ちょっと俺は怖いな。人間がいるじゃないか。人間らしきものが。こいつらからは、こいつは動物じゃないと。なるほど。もう人間じゃないものは動物でも何でもないと。いうことですね。あ、ごめん、間違えた。あそこでいいみたいですね。アイテムとか、弾はないのかな。弾の状況は、まあ、弓はどうでもいいとして。とりあえず、炎の矢状態に。あ、あそこに弾があるな。あれだけちょっと欲しいな。うん？あれ、キャンプじゃないか。これ、一旦逃げる必要とかあんのかな。ドラム缶とか炎の、炎がいっぱいあるんだけど。やるかい？ここからが本番。おい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 、ここからが本番ってことか。見えねえとやりようがないんだけど。はい、あ、間違えた。おら、なるほど。でもね、これね、経験値、うっと、足からの突撃やめろ。リロード。さて、どっちから来るかな。爆破しろ。しまった。切る切る、とどめ。あ、これ自分あれだな、あんまり。お、やめてくれ。あ、ちょっと待って、このゲーム、あの突進ができないな。あの拳銃持ってるやつ見えるともうすぐ、はい、もちろんです。あだな、こいつはやっつけないと。回避して三角でピッケルでとどめが刺せるようにしてる方がいいのかな。早いかな、やっぱり。よし、こうするじゃん。ダメージがね、絶対入ってんだよね。危ない危ない。これクイックターンできないのかな。自分で探してないから危ない。よし、こうだ。しまった。待ってくれ。待ってくれ。やっちまえ。ほら、あれ、回避、あ、回避してもどうにもならない。おい、やったか。全然やってねえ。あ、まずい。経験値、弾。あ、また、うん、あだな、やっぱ、前にどんどん行っちゃうと拳銃持ちにやられるな。待ってくれ、やってらんねえぜ。すごい、このモヒカン感がすごいな。ちょっと世紀末すぎるだろ。あれ、よし、頭のあたりを狙えば危ないっていう感じなのかな。ちょっと待ってね、これ。ああ、ああ、厳しいな。拳銃持ちもどんどん前に来ちゃうんだ。となると、ルートが違うのかな。危ない危ない。ちょっと戦い方が分かんないな。まずどうしたってこれを、ちょっと待って、結構早めに回避行動が取れるな。こっちだ。危ない。よし、でこの無敵状態の時に回復になって、危ない、回復されてんのかどうかだよな。この拳銃持ちがね、強いんだよね。裏回りが、このゲーム裏回りが強そうだな。死んだのか。俺も死んだ気がするな、今。ああ、ちょっと、ああ、生きてる。ああ、生きてると思わなかった。
どうしよう。ちょっと拳銃持ちが強すぎる。上行ける？あ、ちょっと待って、上に行けないんだけど。上に行けないとさ、あ、まあ行った。よいしょ。よし、よいしょ。で、こうでしょ。そう、相当近接戦がやりやすくはなってるな。こっちからか。まああんまり好きなやり方じゃないんだけど。これだな。おお、危ない。なんだ。どっちから来る？なんかもうちょっとまともな戦い方がしたいんですけど。おっ、ねえ、俺もどんどん外に出ていきたいんだけど。危ない、遮蔽物。ちょっと待って、バグったんだけど、止まったわ。録画ソフトは動いて。あ、うっそー、マジで。これどうなると思う？待つ？ディスクは？あ、一応回ってたと。読み込むかな。うお、こいつはまずいな。